中国安徽省で台風の影響で学校が冠水し、生徒たちは2日間校内に閉じ込められました。トラックの荷台には足の踏み場もないほど大勢の生徒が乗り込み、泥水の中をゆっくりとトラックが進んでいきます。映像は冠水した学校内で撮影されたもので、すし詰め状態の荷台に乗っているのはこの学校に通う高校生たちです。安徽省で20日、台風による豪雨の影響で校舎が1メートルほど浸水し、生徒たちは2日間閉じ込められました。学校は一つの策として大型トラックを手配し、生徒たちを救出しました。